はい、こんばんは。YouTube の方つながったようですのでえ今日は日本史オンライン講座に寄せられたコメントを読んでいきたいと思います。毎週ね金曜日はあちこちね飛び回っていて夜ねどこにいるかわからないのでね定時番組やるの難しいので,、はい、んんで金曜の夜にね1週間にわたって 寄せられたコメントをね、ライブで配信しながらね、読もうかなというのを思いついて、今日で2回目です。じゃあ、どんなコメントが来ているか、行きましょうかね。まず一つ目から、と、時がやすですかという話ですね。うん、そうなんですね。 時の中に与安家というのがあって、で、与安正康は、時正康とも、与安正康とも名乗っているので、畑野先生は割と与安って呼んでおられますね。時と呼んでも、与安と呼んでも、間違いではないと思います。 でハート。ね。うん。荘園の話ですね。今回の講義の中で、百姓は個人事業者であって、プロレタリアートではないというお話はとても参考になりました。そう、私もね、あ、そうかと。ね、労働組合のね、労働者のようなものかと、一気は。 思っていたらちゃうんですね。労働組合の場合は、普段からね、逃走資金を積み立てておいて、それでストライキを打むんですけど、それでもですね、ずっと長生きますとね、会社の方も困るんですけど、逃走資金がどんどんなくなっていって、で、でその間ね、働いてないからね、給料入ってきませんからね、うん、過去に、 蓄えておいた闘争資金をどんどん食いつぶしていくわけでですね、労働組合の方も苦しいんですが、うん。っていうのはね、感じかと思っていたら、違うんやと。百姓は労働,労働者のようにね、収入源が1個だけではなくて、個人事業者やから、いろいろ収入源持っているから。 調査して、田んぼを耕さへんから、田んぼを耕さないからといって、それで生活が完全に参ってしまうわけではないんやと。あ、なるほど、そうかって思いましたね。あ、これだと年貢が入ってこなくなる荘園領主。まあ、当時、やらの商売は当時ですけどね。だから当時の方が、これなんとかせんとやね、わしら。 矢野翔から眠くなくなるぞって。で、調査した連中は、まあ、矢野翔の田んぼはまあいいとして、他のところで稼ごうってうなもんだったんですね。<laughs> うん。さすが、大学の先生ですね。と思いました。以前の荘園生の後期と合わせて、とても深い内容だったと思います。そうなんですね。私もね、これでね、今度矢野翔を案内して回るときに、 一気やっても、実は農民側はあんまり困らないんですよ、というね、話。百姓ですね。百世。百姓は、収入源がいろいろあるので、調算しても生活が即も破,破綻しないので、彼らはなかなかいいんですね。しぶといんです、という話がね、できるようになってよかったですね。うん。3つ目の。 に行きましょう道長が摂関家として一つの強烈なブランド、さらには大きな役割を構築したことで、天皇家に並び売るもう一つのブランドを作り上げたわけですね。そして藤原氏が外籍としての立場を失ってからも、天皇にとってのパートナーとして、天皇家から指名されたわけですね。うん そうなんですね。藤原と天皇家っていうのは、天皇家の側が皇位継承を円滑にしていくために、藤原をパートナーとして使っているんだと私は思いますけどね。だから、藤原というのは天皇家の補助エンジンみたいなもんなんですね。うん、決して天皇になろうとはしない。そういう点では、天皇家側からして、一番安心して使える。 ですねうん、ここは面白いところでね私たち天,天皇家の場合天皇家の方が安心だと思うけど実は実は実は血縁が近いほど危険なんですね、うん、あ奈良時代のね長屋王の変化典型ですね最も血統が天皇家の中でもサラブレッドに近い 人たちが粛清されてしまうんですねで天皇家のともに歩んでいくからですね、ブランドになるわけで、まあ、その後もね、足利にしても、徳川にしても、天皇の次で藤原の上。 ここをね、狙うんですね。そして、藤原。天皇の次になったところで天皇を独占することによって自分の権威を高めていくというね、そういうにしていくんですね。で、藤原氏が外籍としての立場を失ってからも、天皇にとってのパートナーとして天皇から指名された。これは白川序子でしたかね。 鳥羽天皇の時に、藤原の金真か、懐流の、が、外籍になるんですけど、摂政ですね。鳥羽の場合は幼いから。摂政は、御堂流道長、頼道の子孫の、忠座ねだったかな。 に持っていくわけですね。うん。で、これは、その、朝廷をね、仕切っていくノウハウが、道長、寄り道の時代に、御道流、道長の子孫のところに、こう集中してしまって、で、他の家では、ノウハウがないんですね。道長と寄り道でって長いことですね。 石棺をね、続けましたから、もう緑以外には石棺できなくなってしまったと白川が判断したんですね。で、その後、道長の系統が5つに割れてね、5設計になっていきますね。うん。では、プチッと押しましょう。松平、長七郎が悪人叩き切った後に、 刀を鞘に収める際の回転はいくらの盛りすぎだと思う <laughs> いいんじゃないでしょうかうん。こういうのはみんな決め、決めだったかな、うん、見せ場ですからね。うん、こういう時代劇の見せ場で、 一番持ってるというか、そこまでやるぞーねーっていうのはあれやね。桃太郎、高橋秀樹がやってましたかね、桃太郎って言ってましたね。あれね、しかったですね。うん次行きましょう。道中が摂政だったのは五一条天皇です。そうですね、うん。私なんか言い間違えたんかな。 道長って関白にはなったことがないです。で、摂政は一年ちょっとぐらいだけやってるんかなあの、関白って別になくてもいいですね。あの、天皇がいれば決済できるから、関白というのはいてもいなくても、もともといいわけで。だから、摂政は天皇が幼いか病気とかでね、職務できないとき、 それはもう、う摂種は置くしかないわけで。だから現在のね、日本国憲法でも、関白という制度ないですけど、摂政という規定はありますよね、日本国憲法でもね。うん。帝国憲法にもありました。あれ、どっちら皇室伝播になるんだろうか。大正天皇の晩年ね、昭和天皇が摂政なやってますのでね、あ大正天皇は五分う行きだったんですけどね。うん で、道長も、摂政はやっています。というか、摂政がいないとね、天皇は判断できませんから。うん。から、五一条天皇が、あ、彰子の子供、厚平親王が天皇になったときに摂政になっています。次行きます。で、バチっと、着きましょう。徳川和子は政子と呼びます。 これね、徳川和子やったんです。徳川にいたときはね。それで、天皇家に受大するときに、つまり朝廷に受大して京都に行くときに、濁音はダメやということになってね、で、政子に帰ったんですね。あ、違ってますか <laughs> もう意見読めばすぐわかるんですけどね。うん。 で、まさこに帰るんです。それで、思うんですけども、今後年のね、光る君へね、クイーン読みでやってますよね。お読みじゃなくてね。その時、天使さんどうするんだろうと思っててね。うん。少子秋子。まあ、それはいいかと思うんです。あ、どうせ読み方分からへんねやからね。<laughs> どう読んでいいのかね。うん。だから適当に読んでるわけで。 高子高い子って呼んだりあるいは彰子って呼んだりその中で定子なんですけど定子ね、まあ、いわゆる訓読みにするとあれ貞子になっちゃうので貞子だと学校になっちゃうので学校にしていいんかしらとそれは思ってましたけど平気で貞子ってやってますね。 あれどうなんでしょう平安時代はいいんですかねあそもそも音わからへんからね、平安時代ね。何て呼んでたかね、うん。分かってるところは、と徳川和子さんの場合は、朝廷に入るときに、蛇君はだめだということで、政子と変えた。ということは私知ってたので、だから、 今年 NHK は定位さんは貞子で読むのかなと思っていたら読んでるので、まあドラマだからいいのか、ということでね。うん。ちしましょう。大手って、秀吉、あ、じゃ秀忠はあれ再婚で、その前の夫は、あの、豊臣秀、秀康。なんとか言いそうですよね。 秀次の弟、秀吉のお姉ちゃんの子供と結婚してて、で、子供も生まれて、それが九条家に嫁いだかどうかは、あ、待てよ。せや。嫁ぎました。女の子です。これ、茶ゃが確かね、引き取ってね、で、育ってって、九条家に。 突かしたんです。これ完全な漢とこうで、貞子と呼ぶ。だけど、そうだ、打根ですね。うん、どうなるだう。漢子と呼ぶんだろうか。で、でその子供その、その娘さんがね、九条家でしょ。で、このずっと形状の下に、大正天皇皇后が出てくる。ということは、昭和天皇のお母さんが出てくる。ですね。 うん、で、昭和天皇の、だから、から近所ですね。近所もずっと上がっていくとね、豊臣秀次の弟とおごうが最初に結婚した時の娘にたどり着くんですね。それがこの苦情家についでいるこの人です。 まあ、これはあの、山大国の場合はね、まあ、こう、書いておられますので、まあ、私にもちょっとね、どう言っていいかわからないので、まあ、こういう説があるということで、ポチッとしておきましょう。うん。まあ、山大国についてはね、いろんな説がありますので、まあ、私はね、 あの、本たくさん読めば読むほど、もう多数決で、邪馬台国は大和にあるんちゃうんと思ってるので、うん、もうあんまり他の説をね、えー、読もうという気もないので、まあ、こういう説もありますねということで、ポチッと押しておきます。い、うん、きましょう。中野応の王子がすぐに即位できなかった件。 少し前の時代には、ライバルを殺して天皇になったが、この時代にはそれが批判されたということでしょうか。少し前の時代には、これ、あの、京大天皇の前のね、時代ね。あの時代は王家がたくさんあって、で、 王家同士が殴り合わせて勝ったのがなってたみたいですね。うん、その時代はね。でこれ、あの皇族天皇のことになると、金明天皇で王家一本化されて、で着系が成立してきつ来てて、ね、それでだいたい次はこの辺り行くんですかねということになっててね。うまくとの場合は 聖徳大使に持っていきましょうかとそれから、公極と蘇我のイルカの場合は古人に持っていきましょうかとかね、概ね、ここにきい持っていきましょうという貴族社会の合意もあって、王義ももうほぼ一本になってますのでね、そこへ持っていきましょうという、 それをね、中野井のおばあじはもうそう、そうなってるのに無理に、そこでクーデターを起こして、行為散達したわけですからね。うん。少し前の時代とはね、大きく変わってるんだと思いますね。さすがに、さすがにあの、行為散達のやり方では、ちょっと、でね。 じゃないでしょうか。うん、こっち。唐から帰国した宋の民が自分の開いている塾で一番優秀なのは蘇我のイルカだと言ったって話ですが、だとしたらイルカも中国の最新の情報を学んでいたということですよね。うん、学生の頃までは中野応江の王子たちが南市で昭和の塾で最初の 対外的にも通用する、国にするため、イルカを殺して。ああ、そうですね。印象操作ですね。うん。大会の改新。から、明らかに。いや、その、蘇我のイルカ、皇極天皇から、プレヒトの応援の王子に行くという、この体制を中野応援の王子が、クーデターでひっくり返したわけですからね。 でその後、中之江の王子が天智天皇になって、その娘の持統天皇が天皇になって、藤原不人と組んで、でそのと不比との時に日本書紀作られているから、だから中之江の王子、天智天皇。 これを正しいと書くわけですね、うん、でそれが戦前ずっと中野大江の王子大天地天皇とい、ね、うね、ん、そういう価値観,価値観というか、ね、見方でやってたんですね、うん、でまた私たちが中学高校で勉強した頃はその色合いが強く 残っていて。だから、日本書紀のね、印象操作だと思います。うん。その通りですね。だから日本書紀自体が特定の立場、児統、天地の娘児統という立場で書かれているということですかね。はい、こっち。 祝いの話はとても納得がいきました。そうなんです。あの、信長がね、信秀のお葬式にやってきて、真っ向を投げつけるシーンね、大変有名ですけども、うん、私もね、あれは信長が革新的やったからやってね、思ってましたけども。 これ始まった頃ですね、これ日本史オンライン講座が。今日本史オンライン講座って、秦野先生が20分ぐらい喋って、で、それに私が質問するという形になって、その後これを YouTube でライブ配信して、YouTube であのチャット、コメントしてくださった方の質問も秦野先生に答えてもらうというね、この形に。 変わってますが、一番初めね、日本史のライン講座、初めの半年ぐらいかな。あの、肌野先生と金子先生と私と三人がね、話しながら進んでいくという、この形やった時期があるんですね。うん、その頃にね、信田くんも出てきたのかな。それで、 確か、金子先生だったと思うんですけどね。信長は、着地を外されたんちゃうんかと。ね。うん。話されてましてね。で、信儀で最後に、信長からあれ、信行き、信勝で最近言いますけどね。弟の方。あっちに帰ったんやんあの、ドタ御前が、信長の母親ですね。ドタ御前が、 信秀の性質、ずっと信勝の方に、弟の方につくんですよね。まあ、なぜかというと、それは信秀で土田御前の合意が、もう信長はあかんとこいつは。信長、茶臭から外して、弟の方、信勝、いわゆる信行、こっちの方で行こうとしたんやん。 で、柴田勝家など、重臣たちも、信秀のね、重臣たちもみんな、弟の方についてるのは、もう、織田家自体が、信秀自体が、着手を信長から変えたんや。えーって、そうなんやって思いましたね。で、それ聞いたらね、あ、なるほどと。だから信長の方には、織田家代々の家臣がついてきてないんですよね。信長自分で。 三男さんら集めて、軍隊をね、作らなあかんわけで。それもね、革新的やと言われますが、そもそも信長の特に、織田家の重臣たち、おい重臣たちの長男たちはついてこないんですね。なぜなら信長は着手外されちゃったからと。で、それをですね、なおあ、俺認めへんわ、相手ですね。信行が、信秀のお葬式でもしを務めることによって、 対外的にもね、織田家は信行、信勝、弟の方が継承するんですということになるところを信長がぶっ壊しに行ったと。それが信秀に対する真っ向投げつけやと。あ、そうだったんだーって、ね。でね、面白かったですね。私もね、5年ぐらい前、 オンライン講座始めた頃はね、今と違って知識あんまりいなかったから、今ね、私がね、ペラペラぺら喋ってるのはね、その頃からね、5年間にわたって、まあ本も読んだけど、畑野先生や金子先生からね、いっぱい知識吸収したからね、うん、それを知ったかぶりして喋ってますけどね、1年目に、ね、なんか今聞いたらね、もうなんて私は、 物事を知らなかったんだろうと思いますけどね。だいたい私、高等学校で世界史とか政治経済やってましたからね。日本史そんなに詳しかったわけではないんです、もともとね。うん。まあ、世界史や政権詳しかったんかって言うと、そうでもないのでね。うん。高校の先生でね、2種類やってね。日本史ばっかりやってう人、世界史ばっかりやってう人、とね、私みたいに、 なんでもする人とおるんです。な <laughs> んでもするのでね、理由があってね、来年何もつぐって決めていくでしょで。私ね、とにかく授業時間数減らしたいんだよね。あのどがあんまり強くないからね、体力もあんまりないしね、せやからさ、科目何個増えてもかまへんから、どれでもいいから <laughs>、とにかく時間数減らしてくれということでね。 でも皆さん好きなの取ってください。<laughs> 日本史やりたい人、どうぞ。<laughs> 世界史やりたい、どうぞ。<laughs> みんながやりたくないのが残るんだよね。政治経済とか、倫理とかね、世界史の受験に関係ないやつとかね、うん、学地域学とかね。だから、えー、情報と歴史を組み合わせとか、ね、<laughs> なんか残ってね。ああそれの私が取りますから。<laughs> その代わり <laughs>、 もう一時間数減らしてねーって言ったら、もうみんなね、喜んでね。あ、先生、ほんだ。私だ、好きなみんな取って、残った。あ。肉で言うと、こま切れ言んかなこま切れね。ふ <laughs> ふおかわり、あの、値段安いよという、あれね。うん、それでやってたんですね。だから別に、どれもこれも詳しくないんですね。うん。で、それがですよ。ね5年前に、オンライン講座初めて。 5年もっとあ6時になるのかな、うん、その最初の頃にね、この信長が好きてね、うん、面白かったですね。はい、次行きましょう。松平正七郎。あ、この、この動画ってね、結構再生回数伸びてるんですよね。YouTube やっててね、もう何が伸びるかなんか分からへんね。こっちが作ってね、 面白いなぁと思ってもね、全然再生回数回らへんのもあればね、なんでこれが伸びるんやん <laughs> ってね。まあ、長七郎は面白いよね。うん。あと、長徳の辺かなうん。一生懸命作ってもね、三百回ぐらいのもあればね。長七郎はね、これはね、万超えたんちゃうかなぁ。長徳でも万超えてますね。うん。まあ、というわけでこれね。 この動画はね、高校門の動画なんですあ。私に対して貢献してくれた動画なんですけどね。はい、で、その長士郎さんですけどね。勉強になりました。現在、く、くげむ武者松平信平という時代劇シリーズ。あ、漫画になってるんや。うん。が発売中なので、松永長士郎より、高塚さ信平が有名になるかもしれません。なるほど。うん。 じゃあ、高津笠信平という動画も再生回数伸びるかなはい。プチ松平信平は実在の人物だよ。吉野藩の藩主だな。一万石の小藩ながら、摂関家の高須笠家の分家であり、同時に、 徳川家の審判の扱いを受ける特殊性から江戸城では御三家と同格の扱いを受けていった。うん、これ松平信平は実在なんですね。高塚さん信平ですからね。あ、そうか。公家武者松平信平あ、長四郎ではなくてね。あ、なるほど、なるほど。うん、じゃあ、この公家武者松平信平というのは、実在の人物を。 主人公にした時代劇小説シリーズなんね。うん、あ、太閤記とかね。そういうタグやね。うん。松田長四郎はもう完全にそ,のそこから作り上げた架空の人物ですけどね。高の信平を参考にして作った。小説が作ったものですけども。うん クゲムシャ・マツダ・ノブヒラは、これは実在の人物で。で対抗期の類いですよね。うん、コミックのね、信長とかね。うん、そういうふうになるんかな。はい。で、高塚信平は、高塚家で生まれて、で、お姉ちゃんがね、家光の嫁やったんかな。で、お姉ちゃんね、仲悪かったらしいです。家光とね。 なんでかというと、摂関家でしょ。田舎の将軍家なんか、所詮、江戸の田舎もんやん、でなことを言うので、お姉ちゃんがね。で、家光と、家光かな、はい、ですよね。仲、うん、悪かったんやんけど。で、信平、高須賀佐信平は、公家の生まれなんですけどね、側室の出で,でね、年も下の方なんですよ。 ほれで、京都におったでね、高司さは高司さやけど、高司さんぎるわけでもないし、おもろないなーって。で、姉ちゃんが、だいぶ年慣れてるらしいですよ、この姉ちゃんがね。うん。で、まあ、姉ちゃんが、将軍の嫁になって江戸行っとうから、それで江戸行ってみようって江戸行ったらね、家光が、お前の姉の京都から来た俺の、 見た目どころは、あれは生意気なもんけど、お前おもろいな、って気に入った、旗本にしたら覚えて。で、旗本にしてくれてね。それで、紀州藩に世話してくれたんかな、うん。ってなことなんですね。うん。だから、あの、吉野藩の藩数、こう僕知らんけどね。紀州藩、 の、娘と結婚するのかなうん。あとはウィキフィギュア見てください。うん。伏見稲荷。興味深いご講義ありがとうございました。あ、こういうね、コメントをいただくとね、ほっこりしますね。うん。伏見稲荷。白い狐に乗る女神。こう面白いね。伏見稲荷行くとね、なんかね、 ワイ雑な感じがするね人がよさ集まってね、わおいてね。あれ、ちょっと運気いちゃうね。他のおみやさんとね。うーん。なんでかなって。果たしやからかない。いろんなものが集まっているからやね。うんお祈りさんって面白いですよねうん。うちはね、商売人でしたからね。 西条稲荷って岡山にある西条稲荷さんをね、店にお祭りしてました。で、西条稲荷さんはお寺ですけど、鳥居があってね。で、子供の頃、昔はね、なんか車がなかった頃はね、駅から大きな鳥居くくってね、西条稲荷で財原に行ったらしいんだけど、今は車で すぐ下まで行けるんで。で、そこからね、細い道でいっぱい店が左右に並んどるとこをね、トコトコトコっと上がっていきよったんやけど、この前、我が松本商店も店辞めましたのでね。じゃあ、お稲荷さんありがとうございました。うん、最上稲荷に返しに行ったら、今車がね、 一番上、本殿のすぐそばまでビュッと上がるんですよ。そしたらね、車でそこ行っちゃうからね、その参道にあ人みんな歩かなくなってね、参道にあった店がね、寂れて寂しかったですね。うん、まあ、富士見なりは富士見なりで、人がいっぱい集まってね、わい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 行ってますね。うん、さすがお稲荷さんですね。だけど、お稲荷さんはですね、稲荷と、 竹二点の神仏集合だという話をしました。プチ、うん。聞いてる人、コメントも書いてね。<laughs> 本能寺の変。説、うん、というようなレベルのものはない。怨恨は中臣蔵と同じで、江戸の世相で、上司の横暴引 インチャブリっていうのかなから切れるという話のバリエーションで、最近のジョがべ関与説などもひどいものだと。うん。そうですね。本の字の辺ね。まあ、これもい、いろんな 説がね、現れてくるとこが面白くって。で、どうしてもね、理由が欲しいという人がいろいろと考えるんだよね。で、いろいろ考えて、で、それをみんなが検証して、あ、違うわ、違うわ、でね、研究が進んでいって。で、朝廷黒幕説とか、から 爆心説とか出てきたけど、研究してみると、やっぱり、ちゃうなぁ。で、最近、どうしても理由が欲しいという人がね、よく言うのが、この、長祖壁の説ですね。うん。ただ、あの、オンライン講座に加えてる大学の先生、畑野先生、 金子先生、渡辺大門先生いや。みんな、まあ、石、なんて、なた文書が出てきましたけどね。うん。でも、あの、長我壁の担当から光秀が外されたのは、それは光秀ね、もっと大事なポジションに移したからであって、別に光秀から見て長我壁、 のところから外されたからといって、むしろそれ、A 点なんやって言われてましたけどね。うん。まあ、詳しいことはね、渡辺大門先生かな。渡辺大門先生が今、自分でチャンネル立ち上げておられますのでね。渡辺大門ってね、YouTube に入れてね。 検索してみてください。あ、それか、私の、ここ、これにも、渡辺大門先生の、ありますよ。あ、ちょっと待ってね。渡辺大門。あれチャンネル内を検索。本のうちすべて表示。 うですかね、ああこれですね。本の字の辺の諸説、えー「四国政策転換説を考える」。渡辺大門先生、これ、これ、これね、これ見てください。ではコメントに戻りましょう。 どこまで行ったんですかね。この辺も読んだ。あ、ここからか。うん。現代の保守政党も、国会議員の旦那が亡くなって、子息が幼いときは、妻が弔い選挙として立候補する。皇玉天皇の頃からの伝統なのか。うん うん。そうでもあるようで、そうでもないような気がしますね。うん。何でしょうかね。いや、もともとね、大木崎、足高の姫彦以来、この時代は、あの男系女系総景主義で、 大崎っていうのは、天皇に並ぶね、強い立場の人だったんですね。うん、今頃はどうなんでしょうね。今のは、もうそもそももう立憲団体になってますからね。うん。防政党はね。その立憲を守るために、誰かを稼かり上げるということなのでね。うん、まあ、 あんなことしとったらそうだね。日本も停滞すればね。なぜやる気のある人もんね。まあ、あほらしくって。だから今もやる気のある人はね、日本から出ていきますよね。シンガ、うん、最近シンガポール行くらしいね。やる気のある人はね。うん、シンガポールのやり方もいかがなもんかとは思うけど、ただ、まあ、日本のね、あの、二世紀三世紀員見とったら、 やってられんわという気持ちもわかるわね。うんはい、えー、っと、石丸が素晴らしい。はい。これは、これは関係ないですね。うん、こういうのは、あの、はいえー、削除ではなくて、ユーザーをチャンネルに表示しないにしましょう。はい、虫かご行きです。ポち。はい。 もうさっきみたいなね、全然関係ないコメントは、見つけ次第、虫かごに掘り込みますから。うん、鉄道だけでなくて、憲法も勉強になりました。日本もフランスのように、既婚であれ、未婚であれ、母としての尊さを認めてほしい、うん。そうですね。うん、なんか、ついでに喋ったよね。あの 未婚の話ね。これね。とね。今からね、もう20年も前。竹中平蔵もう一人はね、大前健一。どっちもね、あの、リベラルというよりは右っぽい人ですけどね。 うん。まあ資本家側の人ですけどね。その2人がいったので、あの、共通しているのはね、戸籍制度をなんとかせなあかんでしたね。で、大前さんは移民も言ったんですね。で、竹中さんは移民あまり言っていませんでしたけどね。小泉 首相の頃ですね。今からね、20年前ってね、日本ね、実はあの人口を維持する最後のチャンスが来とったんです。というのは、どういうことかというと、1900年、戦後ね、1950年までにたくさん人が生まれたんです。 第一次ベビーブームですね。で、その子供たちが1900、な書きましょうかね。で、1980年までにね、生まれとんです。ってことは、1900な、そのたくさんいる人たちの子供が2010年までに、 かります1950年、1980年、2010年、30年ずつでね、ここに山ができるはずやったんです。で、2000年っていうのは、ここから10年間、ここで子供がたくさん生まれるチャンスやったんです。ところがね、そこで日本は失敗したので、1950年にたくさん女性が生まれて、 その人たちが1980年代にたくさん娘を産んで、その娘たちの孫娘が生まれるのが2000年から2010年やったんです。ところがね、そこでね、日本は失敗したんです。だからもう、子供、日本人が増える可能性はね、日本人がてか、うん。あの、 いわゆる日本人が増える可能性はもうないんですね。で、その2000年ぐらいの時ですよ。言ってたのがですね。一つは移民やと。で、当時はね、まだ日本お金あったからね。いっぱい来てくれるんですよ。移民受けれたらね。うん、今はね、だいぶね、貧乏になってきてね。韓国に抜かれ、台湾に抜かれね。 むしろ日本人がオーストラリアの方がいいやって出かけちゃうような時代ですからね。もうこれから日本に移民が来てくれるかどうか分かりませんけど、20年前は移民日本に来てくれるんやったんですよね。でそこで移民増やしましょうという話が一つ。もう一つはね、ここに書いてある、あの、既婚である未婚であれね。もう世界的に見て、あの、け日本今でもね、結婚してから子供生まれますけど、もう世界の統計見たらね、 出産年齢と結婚年齢って結婚年齢の上が上に来とるんです。多くの国で。つまり子供ができたからその一部の人は結婚する。で、子供ができたけど結婚しないで行く人もいるんです。じゃ日本はね、結婚しないと子供を作らないというか、ということは子供ができたけど結婚に至らない そういうところで生まれてこない子どもたちがたくさんいるのではないかってことをね言われてましてね。でただ、その、そういうあたり、とにかくあの女性が妊娠したらね、もう社会の子どもとしてみんなで育てると、うん、それが大事やって。これは大前さんも、それから竹中さんも言ってましたね。で竹中さんがね、テレビに出ててね、 この、戸籍制度、結婚制度、ここを変えて、で、こう、既婚であれ、見婚であれ、母とての尊さを認めていく。これにすれば、人口問題解決する道が少し開けるんだけど、でもこれはね、日本ではタブーでね、特に、 政権政党でね。だから、難しいあ竹中平蔵そんなこと考えてるんやって思いましたね。うん。もうあので、こういう時にね、割とフレキシブルに、えー、妊娠した女性は、社会でね、生まれてくる子どもは社会の子どもとして、 育って,ていきましょう。というふうに、うまく、向き変えたのが、アメリカ、フランス、イギリス。変え損ねたのが、ドイツ、フランス、ドイツ、イタリア、日本。うわー、そうい国だめい。ドイツはまあ移民でね、カバーしましたけどね。うん、日本、ドイツ、イタリアの中でも、日本が一番、対応が遅れて、 だから日本が一番ひどいことになっておりますね。うん、人口を減っていく。経済も伸びない。ですね。うんはい、コメント読んでありがとうございます。はい。あこれ,これですね。<laughs> はい。そうなんです。やっぱりね。 あのでね、私、その、大前研一さんがね、言ってた動画があるんですよ。今でもあるかなあ、面白いですよ。大前研一さんが言ってるね、うん、どう、もう、もうダメやって言ってますけどね。今となっては手遅れやって、大前さんね。20年ぐらいも意識見よったんですよ。で、それをね、 パワーポイントにしてね。で、市民講座というか、で喋ったことあってね。そしたらね、そこに来られていた、あの、おばさんたちがね、やっぱり、あの、人口が増えるかどうか、ってね、これって、社会政策なんや。<laughs> 先生、わかりました。って言ってましたね。個人個人の問題ではなくて、うん。税制をどうするかとか、 戸籍制度戸籍なんてもう日本しかないらしいからね、あんな制度ね。うん。時代に遅れちゃってるんですよ、日本ね。家族制度がね。家族制度とか、それから税制ね。から、あのー、社会福祉政策。もう、こういうところで出産率が上がるようにしていくんですね、って。うん。わかりました、って言われてました。そうなんです。 社会のほとんどの問題は個人個人の努力ではなくて、社会政策。個人個人も努力しますからね、うん。社会政策の問題なんですね、うん。はい。秀吉があまりに用意周到に備中高松から戻ってくのが不可思議やというのが、秀吉も一枚噛んでたんちゃうかーという説につながりますね。そうですね。うん 黒幕説でね、秀吉黒幕説、家康黒幕説、家康黒幕説というと、えー、と、コミックでね、明智なんたらなんたらさんって <laughs> の,のねあの、本能寺の,の漫画がありましたよね。うん、あれ、1巻だけ、1巻、2巻読んで、私なんせ、あの、ブックオフで、 100円になったやつしか買えなんのでね。で、この前行ったら、八冠があったんで、あの本はあの徳川家康、黒幕説とより、徳川家康が明智光秀と組んでたという話でね、まあ、黒幕というより、まあ、一緒にやろうと言ってたという、うんうん、説でしたけど。まあ、でも、秀吉がね、 組んでたということもないというか、あのそんなにね、家康も相談しとかね、あるいは秀吉も相談しとかね、うん、そんなことしたらね、成功しないんです。ば <laughs> れてね、本能寺の変が成功した大きな原因は、光秀が突然気が変わったと。だから成功したんです。突然気が変わったというのは、 信忠が予定を変更して、京都に留まることになった。で、信長と信忠が京都にいることになったと知った瞬間に、秀吉、水秀はやったろうと <laughs> 思ったわけですからね。うん。それまでに、秀吉と相談とか、家康と相談とか、そんなことはできない。というのが、 日本史オンライン講座に来られるね、大学の先生方の、そこは一致してますね。うん。についきましょうか。いつも勉強させてもらっています。今回のテーマは特に面白いです。吉しは、やはり分析しがいがあるみたいですね。うん。個人的には、ゆっくりじっくりライブ進めてもらって構いません。<laughs> ゆっくりね、そうですね。うん。 食い引きがね、ガチか、ね、あるいはの、八百長かっていうのもね、大学の先生方で意見がね、違っているようでね、うん。畑野先生はガチ説だったかな。あ今度は畑野先生、足利義則の本を、今、今書いてるって言われてましたね。うん、もうすぐ出版やって。まだ出版されたら、一緒に。 読みましょうというのでね。田野先生、足利義則の本、出版記念、ライブ、授業、やりましょうね。うん。短い動画はありがたい。はい、そうなんです。これね。短い動画ね。これ、ミニ講座シリーズってね。 作ったんです、一時ね。で、長い動画と短い動画が混在してるとね、あかんかなーと思ってね、で、短い動画を一回、ミニ講座というチャンネルの方に移してたんですけどねで、今回ちょっとチャンネルの再編成して、日本史全部こっちに持ってきて、で、 あっちの方のチャンネル、ミニ講座の方のチャンネルは、若さの陣やのね、運動に使おうと思って、登録者数ね、1700ぐらいまでいってるんですけどね、チャンネル登録者数ってね、面白いことにね、増えていくでしょうそしたら、なかなか減らないんだね。まあみんな登録はプチッとするけど、 減らさないでしょう私も時々ね、あんまりこうチャンネル登録が増えすぎるとね、たまにまあ整理しますけどね、あんまり見なくなったのはね。うん、まあ基本的には登録したらまあまた見るかなみたい置いておきますよね。だ登録って増えるばっかりなんですけどね。うん。で、その1700の方のチャンネルで、あ、それでそのミニ、短い動画ね、がいいという意見が、まあ寄せられるのでね、うん。 で、今回そ、こっち戻、戻してきましたけど、あの、短い動画は全部あの、ミニ知識シリーズというところに集めてますので、そちらの方で見てくれ、くださったらいいかなと思います。はい。それでは、えっと、はい。携帯点の,のところ行きましょうか。 あと、10分ほどやって <laughs>、10時だったらやめますね、今日はね。このダイブがあった日、5月21日は、朝から西国街道を歩くという一行に、ガイドとして参考して、あ、ガイドされてる人なんですね。JR 島本駅から、梶原廃寺跡や、上空天満宮っていうんでしょうかね。で、高槻市の今城古代歴史料館、今城塚古墳公園まで歩いていました。 なので、疲れてしまって、リアルタイムで見ることができませんでした。今、白塚古墳のあるとこは、島、上島の上っていうのは群馬のすぐ横になります。うん。この一族は、弥生時代の石製の銅型、銅卓で出土した、観豪集落の主張の検索と見られます。うん。なるほど。 うん。今城塚古墳ね。今城塚古墳は、あれ、大王墓なんですけど、天皇墓に、天皇陵に指定されてないからね。高槻市教育委員会かな。きちっと発掘調査してね。よくわかるようになりましたね。うん。はい。 この辺は私ずっと前に書いていきました。古代の話はよくわからないから、想像力書き立てられて面白いですね。うん。剣奏人間がいなかったとの説があるそうですが、うん、そうなんですよ。そう、いないという説あるんですね。うん。 で三木の押しべだには、えー、鉄鋼技術に優れたおしんべの一族が住んで、カズラぎ系の人王幼児かくまったのではないか。ああ、なるほど。そうです人権天皇がいなけれえば、たしの姫三木も、立場の中の姫三木も生まれてないです。そうですね。その通りです。うん。兵隊天皇の家族は、 大和の天皇の、遺産に生まれている。大和政権は奈良盆地と河内の豪族だけじゃなくて、創建の時代に播磨、平田の時代に尾張出演の鉄鋼造船の木を取り入れて、うん、白木祝い連合に対抗した。そうですね、太天皇のね、武力を大和は欲しかったらしいですね。祝いと戦う、白輪祝いと戦うためにね。 うん、なし幹に住んでますのでね、時々散歩するところに、この謙蘇、えー、かな、この謙蘇人謙か、この2人がね、ちっちゃかった時に隠れ住んだという岩屋があるんですね。うん 邪馬台国は九州でも機内でもなく四国幅に間違いないと思う。うん、まあそうですかと。この回は、この回もいつも好きなんですよね。うん、そう、経済天皇は面白いですね。うん。うね。これならわかる反殺。大変勉強になりました。うん そう、私もね、反殺、分からへんかったんですけど、そしてね、たまたまね、ミキに住んでるでしょで、ミキの町内の人からね、先生ってテレビでよく見るけど、この YouTube で、ね、ミ <laughs> キに住んでるんやんか、ミキの子供、<laughs> 喋れるでしょとかってね、一回喋ってくださいよって、割とね、 講演会の講師さんってたらへんみたいね。いないみたいですね。<laughs> じゃあ、町内のよしみで頼まれちゃいましょうか。軽く言ってね <laughs>。もうミキ40年住んでるけど <laughs>、i u いなんでね、依然としてね、心は IU 市民なんですで。ミキ40年住んで1980って、うん、よ。 85年にこっち来たから、ああ、来年で40年や。<laughs> だから、もう人生の7分の4こっちに進んでるんですけどね。だけどね、三木のことも知らんかったね。困ったな、と思ってね。で、三木の町、見に行ったら、切手解消があって、私は若さの神社の札田の保存でしょ。ああ、これ、これや、これ。これ話ししようって。で 反殺勉強しました。反殺ってほんまね、勉強したら面白いです。でね、この人のね、年、ね、貢払いに使えたらどうだったかっていうことなんですが、うん。これ実はね、あの、反殺でね、年貢ね、 払ってまたら困るんです。あ、なんで書いたらね、あの、江戸時代ね、あの、金貨銀貨小判とかね、これが日本人で流通するんですよね、成果ですよね。で、反札って、その藩断だけで反通用するんですね。今でいうとね、量が、金、 小判員があれドルでね。で、反札って円なんです。で、江戸屋敷とか大阪屋敷あるでしょで、江戸屋敷は大阪屋敷で何か物を買ったり、人を雇ったりしようと思えばね、きゅうりあの、江戸や大阪は小判、 とかねあの二種金とかね、ああいうのでやってますのでね、いわゆる、まあ、ドルの世界なんですね。反殺なんか持ってあってあかんわけです。じゃあ、江戸屋敷や大阪屋敷で、江戸や大阪で物を買うための小判とか銀貨はどうやって手に入れるかというと、物を売らなあかんわけです。そのものは、一番大きいのは米なんです。だから、 農民から、百姓から、反札で年貢を受け取っちゃうと、反札が銀貨銀貨に変わらへんでしょところが、年貢が米ですとね、その米を大阪に送って、大阪で売れば金貨銀貨に変わるんです。だ米って輸出商品なんです。米は、 金、銀に変わる。反札は金、銀に変わらない。だから、米で収めてもらわないと困るんです。うん。で、これもね、本読まないとわからないことでね、うん、普通に考えたらね、年貢をね、反札で羽織ったらいいんちゃうんか、ってね、思うでしょ。うん、私もそう思った。調べ始めた頃ね。うん、で、本札、反殺の本を 何冊か読んでいくうちに、あそれは、今で言う、円。で、小判や銀貨はドル。で、ドルを確保するためには、日本からアメリカに物を売らなあかんでしょで、物を売るのが何かというと、米なんですね。で、米だけでは限界があるので、その次に地元産品を持っていくんです。幹やたかのものとかね。 姫路の木綿とかね。で、これを持っていって、で、江戸大阪でバンバン売ると、江戸大阪で金貨銀貨が入ってくるので、それで犯罪性が好転する。そういうメカニズムになってるんですね。うん。それから、反殺ですけどね。反殺ね、作ったらね、 まずね、みんなに渡すんです。ってことは、つまり貸したということだね。で、藩が領民に貸すんです。で、返せ言うんです。で、返すときに、藩札で返すんじゃなくて、お前ら、金か銀か持ってるやろ。それで払え,え言うんです。で、金か銀かで払うとは、ちょっと下げたるわと。 その結果、領民が持ってる金貨銀貨が、藩主、うん、藩の財政のところに入ってきて、で、領民たちは藩が作った紙切れを使うということになるらしいですね。うん。あ、講演会ですか。はい。えっと、講演会。 まだね、近くだったらね、行ってください。で、あの、講演会の時の動画自体はね、講演会で撮ったものじゃないですけど、うん、そのパーポを使った動画が入ってますのでね、どれやったかなだってね、ミッキー。あ、これです。江戸時代のミッキー。 二つありますね。何がチャームやろ、うん、あ、こっちライブか。あ、こっち編集した分かな、うん、あ、これです。江戸時代の三木、反殺と切手解書から見た在郷町の歴史。うん、で、これでね、三木分かりました。三木というとね、あの、別所長春が、 秀吉を迎え撃って三木合戦ってね、あれが有名なんですがで、三木合戦に負けてですね、三木の町は燃えちゃうんですね、秀吉に攻められて。で、その後、三木の町は、橋場秀吉の手で復興されるするんです。で、復興したんですけど、今度ね、 江戸時代になって、幹と明石がまとまって明石藩になったときに、江戸幕府がお城をね、明石にせいっていうんです。あの明石城ってね、新しいお城なんです、あれね。姫路城よりも後、作られたのは。まあ、戦国時代のお城ちゃうんです。まあ、全く新しいお城なんです。江戸幕府の命令で作ったんです。それまでにあったお城、船毛城っていうのを潰して。 あそこに持って行って。で、三木城も明石城に。一国一条例ですからね。明石の方に持って行って。って言葉ですね。ミキはお城なくなっちゃったんです。まあ、ちなみに今、明石に魚の棚、魚の,棚っていう魚のね、商店街ありますけど、あれ、魚の棚ってミキにあったんですって、もともとね。で、ミキから明石に移転したんです。で、そうやって明石城も、 お城、明石行っちゃうし、うおん棚など、商売にも明石行っちゃうし、れでミキの町どうするんやなってね。でさて、それからという。それを喋ったんですね。これ、江戸時代のミキって。うん、で実は今の私が住んでるミキの町のルーツは、江戸時代。 別所長春子が秀吉と戦って負けて三木城を落城して、その上三木城もなくなってしまって、さて三木の町はどうなったでしょうっていう話なんですね。私も知らんかったです、これね。うん、結構ね、青くなってね、これ引き受けたけど何喋ったらいいんやと思ってるね。でもあの、これ割といいね、動画だったと思いますよ。あの、 もちろん私研究者ちゃいますからね。ミキの町研究した本もね、予算さん借りてきて、あるいは古本で買うてね。で、その中からストーリーを作り上げて、あの、人が研究したのをたくさん読んで、それを一つのストーリーにまとめ上げてわかりやすく喋る。っていうのがね、私のプロフェッショナルの仕事ですからね。それのプロですからね。うん 今晩は、何か反殺は楽天経済圏の楽天ポイントみたいですね。あ、そうなんです、そうなんです。それでも明治政府は基礎改正で仏能をやめて勤労になるんですね。原価を稼げていうことでしょうか。えっとね、まずね、あの反殺はね、実は召喚されたんです。 らしいですハンが持ってる債務って全部明政府がね受け継ぐんですねそれともう一個ねこれこの反札のことを調べててわかったんで、ね、大阪の豪商って明治維新で作れたって言われてますけどいや実はそうでもなくてね明治維新は絶えたないけどなんかその後なんかでバタバタ行ったで うん、書いてあって、本にね。ああ、そうかと思いましたね。でね、基礎改正で、なんで勤労にすあそうか、もう、米やめるからね。うん、そうそうそう。勤労にするんですね。金貨を稼げというのではなくて、うん、まず、そもそも論から言うとね、日本ね、 文末時代って税にやったんです。確か平安はね、物ですけど、鎌倉でね、税に変わるんです。で税の方が便利でしょ。なのに、江戸時代に物に変わるんです。これ変でね、税金の歴史って人にかけてたのを土地にかける。で、物で納めてたのを、あ、働いて納めてたのを 物で納めるに変えて、お金で納めるに変えていくんです。その方が楽でしょう日本でも租庸町は人にかけて働いて払うんですよね。で、それが王朝国家は土地にかけて物で払うんです。で、鎌倉室町は土地にかけて銭で払うんです。 それが江戸時代になって土地にかけるのに米で払るんですら。おかしいでしょ銭から米に変わるってね。それって日本のあの、日本が通貨発行してへんから、戦国時代にもう通貨がめちゃめちゃなってもってね。襟銭とかもういろんな銭がもう、 ぐちゃぐちゃに混じってで、全員なんか信用できへんわなってね、米の方がまだええわっていう、うん、いうことになって、で、米で払うようになったんですけど、でも、流れとしては、物で払うから米に、物で払うから金で払うに変わりつつあるわけだから、金で払うにするというのは、これはまあ当然の帰結なんで、日本の江戸時代がちょっとね、おかしいんです。うん、中国も、 やっぱり民の時代かな銀能性に変わりますからね。もう世界みんな、物で払うのを貨幣で払うに変えていくんです。うん、日本はちょっとおかしかったんですね、江戸時代ね。うん、で、それで金能にしたということですね。で、次に金貨を稼ぐかどうか。これはあの外国との問題なんで。これはあの輸出品をいかにして作るかという。うん 明治になると日本国家とアメリカとかイギリスとかね外国の関係になるで。江戸時代は藩が国みたいなもんですからね自分のとこの藩の中にいかに金貨銀貨を貯めるかということで,で金貨銀貨って江戸幕府しか作ったあかんのです江戸時代ねだから江戸幕府が発行する今でいうとドルはアメリカしか発行できない アメリカが発行するドルを手に入れるには日本としては物をアメリカに売るしかない。それと同じ原理で。金貨銀貨は江戸幕府しか発行できない。で、江戸幕府が発行する金貨銀貨を手に入れるためには、江戸や大阪で何か物を売るしかない。という仕組みだったんですね。うん。ということで、えー、っと、だいぶ <laughs>、 今日読みましたので、1時間半ほど喋ったし、また金曜日、コメントをね、読むというの、金曜私なんかいろいろ出かけること多いんですけど、もしも、ま、家にいたらね、コメントを読むというにすれば、コメントね、書いてくださる方もね、喜んでくださるでしょうし、うん、で失礼な、 コメントは、ボツ。<laughs> あるいは、虫かご行きにしたいと思います。というわけで、今日はね、終わりにして、えっ、ー、と、明日は土曜日、明日はなし、日曜日は、光る君へ見てからライブですのでね。はい。じ来てください。はいありがとう、ありがとうございました。おやすみなさい。